今日は村上春樹村上春樹がえなぜ嫌われるのかそれから何で賞を取ったのかみたいな話もしたいんですけど今回は映像化映画化がすごい難しいとある種タブーだと言われてた村上春樹という作品小説 を、ここまで見事に魔改造したのかっていう話を中心にですね、この魔改造、ある種のですね、親殺しじゃないかと僕は思うわけですね。浜口監督の。えー、浜口監督は、村上春樹のある大事なタブーをね、破ってるんですよ、この作品の中で。浜口は何を殺したのか春樹はなぜ売れるのか <laughs> ま、そんなこんなで、ワニャおじさんって何なのかっていうところまでやりたいと思います。山レージのヤングさんでした。 こんな世界に光があると思うから空手に避けてそれじゃあ「あっそのピースじゃ baby yeah 夢から覚めた消える声が浮き溺れて」 た心に絶望の果てのるを見たやむこと不可避なここは鼓膜と壁に追われて押し寄せる何かにもう寂しくて死んでしまいそう隔離された12秒たちはこのまま

今日はすごいテンション低いなみたいな読みもねあれですけれどもさあやってまいりました毎度のご機嫌な番組『ヤングサンデー』の時間でございます皆さんお過ごしでしたでしょうかはいいや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 本日はね村上春樹特集ということでドライブマイカドライマイカもうヤングサンデーは2回目ですか3回目ですか春樹ちょこちょこ出てくるいや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 そんなにやってないでしょ春樹対龍だけだよ まあ、何回か、うん。ちょくちょく,ちょく出てくるわ、出てくるか。そです今、話題のピンドラ。うん。の時もそうだったし。まあ、うん、そんな感じで、ちょっとワイワイやるために。はい。じゃあ、もう、男だけでも、春樹語ってもしょうがないっうことでそういうことなんだ。はい、お呼びしました。ううたん今年初ヤンさんということで、はい、えー、編集者のシマさんです。いやこんばんは。シマです。よろしくお願いします。そして、えー、今週も、 メインキャスターを務めていただきます。<laughs> 漫画家、そして画家の山田レイジ先生です。山田レイジです。おい、えー、ですか その通り、今日はちょっとオーディション違うんですけどね。はい。え、詩人の久世隆みさんです。今日もよろしくお願いします。本物の詩人です。はい。そしてしっかり進行を務めさせていただきますのが、私、僕の君の奥の、奥のハルローでよろしくお願いします。緊張してるやんみたいの緊張してない。で逆に。照れてる君の僕の奥の。はい。君の僕の世界の奥の。はい。はい。一層。はい。すいません。松本コニーもいじってもらっていいですかああ。はい。シミちゃん。 まずは溜まってます。松本ポテトです。よろしくお願いします。<laughs> 今日声ちっちゃいね。本当ですかうん。結構、結構近づいて喋ってます。よろ,ますよろしくお願いします。マイクチェック、マイクチェック。白石義武そっくりだけど大丈夫まだ、コニースプリンガーでいきます。よろしくお願いします。<laughs> ということでね、もう、はい、世間はね、はい。いろんな話題が飛び交っておりますけれども、はい。5月20日。はい。 あと、ショーシャンクの空そあ、それいきなり言う。ショーシャンクの話から行くいや、行かないけど。地上波でやるからって話。レイさん、お願いしますよ。ショーシャンクの話。ショーシャンクみんな。完全解説やりましょうよってみんな待ってますよ。ショーシャンクの話聞きたい聞きたいよね。みんな。穴掘りたい逆に今。え、逆に今名作シリーズでね。今更聞けないね。今更の話ですかそうですか。はい。 別にっていう、想像なりますよね。はいはいはい。まあ、今後のね、ラインナップもそうなんですけども、今日。この。アカデミー賞。外国語。え、外国長編映画賞。を、に輝きました。ドライブマイカー。の特集で。映画館で、まだ細々とやってるところも。やってますね。やってます。うん。松本愛が。見てますから。そう。アカデミー賞取ってから、また、なんかやり出したりとかしてたんで。 配信で私はもう見させていただきまして僕も配信ですはいそんな感じですざっくり肯定派否定派聞いてみます奥野さんえ何えアンケートで違うよこの演者は我々がってはいはい奥野さんダメだったんですかいや否定も肯定もできない映画じゃないあそうですか俺は非常にこの共感力ありますんでえお前嫌いじゃん春樹 ハルキは好きじゃないけど、チェーホフはやっぱ好きというかもう大る、うん。まあそういう話になっちゃいますよね。演劇やってきたんで、はい、やってたとかやってたんで。うん、なので、チェーホフはもう避けて通れないんでね。はいはい。そういう意味だな。まあうん、うん。うん。良かったですよ。うまい、うまい構成だなと思いながら。うん。うんうん、松本コニーさんははい、僕は、ハルキ一門に入門できそうな気がしました。おお<ー>、えー <laughs> ようこそ、ハルキスト。一問って何だろうはい。<laughs> ハルキストじゃなく、<laughs> ハルキスト、ね。こて、コニーみたいなことなの <laughs> <laughs> はい。よかったです、とっても。<laughs> そうですか。<laughs> そして、シモさんは 私ももう大感動しました大感動はい3時間という長さなんですがもう全然時間も感じずあっという間でしたねうんあの映画長いって言ってほしくないですよねうん必要な長さでしたよねそうですね全然見れちゃいますねなんなら何回も見たいっていうねクズさんは僕はこれ1回しか見てないんですよ回見て 冒頭の30分なんかもう一回見直したって感じなんですけど何回も見れば見るほどまた感想変わってくるって感じはするんですが大感動まではいかなかったんですよ<ー>面白いなっていうのとハルキを映画化するのってやっぱり難しいのかもしれないなっていうのと、うん、まあそんなところいろいろと思いましたのでこう話しながらお伝えしていければと思いますレイザーはね、はい、かなりいいか俺ハルキストではないですよだけど まあ、村上春樹ね、面白いと思ってますよ、ずっと。あ、そうなのそうですね。ずっと。で、まあ、俺、振り返って、今回ね、ディスカバリーでやったんですけど、うん、かなり読んでますね。で、かなり覚えてた。だから忘れてることもあるけど、割と覚えてて、うんうん、それくらい、なんか印象に残る小説をたくさん書いてた人だったな、とは思います。で、えー、今回ね、あの、村上春樹がなぜ売れるのかっていう、このテーマ、うん、これ、やり出したら止まんないんですよ。 変々、ね、やることになるんで、これに関してはディスカバリーレイジーチャンネルでがっつりまとめましたので、皆さんそちらの方ちょっと見てもらいたいということで、今回はドライブマ,マイカーにつながる話っていうのをやりたいと思います。奥野さん。わかる。はい,はいはいはい。うん、今回のドライブマイカーですけどね、村上春樹がずっと隠してたものを暴いちゃってますよね、今回、ね。どういうことでしょうはい。それちょっと後半、あの、やります。はい。だから、それをやったせいでエンタメになってんですよ。 はい、はい、はいはいはい。だから村上春樹はまあ拒んでた。で、これがまあキーワードですね。うん、拒むってことですね。で、あと、まあ、えー、このテーマははっきりと出てましたね。だから人間は人間を理解することができるのかっていう、まあ、大きなテーマですね。これはまあ、村上春樹作品ずっとやってたやつですね。うん、で、うん、今回そこにまあ、非常にこう、ちゃんとフォーカスさせて、うん、えー、まあょ、あの映画になってたので、うん、えー、まあ、わかりやすかったなっていうのが、まあ一つあるっていうこと,、うん、とですね。うん やっぱね、村上春樹なぜ売れるのかって話ディスカバリーでしてますけど、うん、逆にね、なぜ嫌われるのかっていう。村上春樹大嫌いじゃないですか、あなた。あのね、大じゃないですよ。小ですか小嫌い。中、えぐらい。小中嫌いぐらいですか中の下ぐらいかなはい。中、は、の、い、はい、中の下ぐらい嫌い、はい、うん。<laughs> で、まあね、ざっくりね、村上春樹を好きな人っていうのは、うん 多分ね、ワールドカップのサッカーとか好きじゃない人たちだと思うんですよ。あ、僕です、こんにちは。で、テレビとか家にない人ですよ。あ、こんにちは、僕のことを。<laughs> 多分ね、オリンピックとかどうでもいい人と思う人ですね。<laughs> ほぼあなたですね。そうです、僕です。<laughs> でも村上さんスポーツ好きなんですよね、でもね。あの人はそうですよね。うんうん、で、なんかあと、地元の祭りとか絶対行かない人だと思うんですよ。うん、で、奥野さんは全部好きですから、だからつまり、春樹に馬鹿にされてる人なんですよね。 あのね、本当にそれはそうなんですよ。そうなんですよ。あの、村上歩きも開いたらわかるんですけど、うん、なんていうのかな、その、うん、お前、喋る気ないだろうっていう。その通りです。これが、キーポ,ポ,ポイントでね。俺と喋る気あんのみたいな。じゃ <laughs> いやいや だあなたは村上春樹の世界から排除されてる壁の外にいるわけですよ。だ、なのに彼は、はい、その問題は壁がどうのとか、卵がどうその通り卵がどうとか<何>そういう。お前の小説だけも分断運動だよ <laughs>。もう面白い。絶対今日面白い。卵がどう卵の側に立つんだよ、彼は。<laughs> 卵の側に立ってないよ。<laughs> 卵の側に立ってない。卵の話はやめましょう。やめましょうか。えー、要はね、村上春樹小説が売れた理由は、作者が、 人に好かれたくないから売れてるんですよね。えー、つまり、人に、人のことはどうでもいい。うん、俺は俺だっていう人たち。うん、えー、ワールドカップサッカーとかで熱くなってるやつダサいよねとか、もしくは一番でかいのは、デモに行ってる人たちのことを馬鹿にする人たち。うん、日本人は多数派はそっちなんですよ。うん、なんでそうなっちゃったのかっていうのは流れがありますよね。つまり、デモで変えられなかった歴史があるわけで。 ルフツになってる一人ですよね、この世代のね。どうしても段階世代っていうのがやっぱりどうしてもあるわけですね。で、この人の小説、もう一つポイントがあるんですけど、えー、傍観者っていうテーマがあってね、えー、出てくる何かやってるすげえやつ、うん、熱いやつ、やばいやつっていうのがいて、それを見ている主人公。 だから、これ、グレート・ギャッツビーですね。だから、僕はギャッツビーを見ている。やばいやつ。みんなに理解されないけど、俺はあいつをす,すごいやつだと思っているみたいな感覚で、主人公にならない。なれない。ならなくてもいい。むしろ、自分からならないようにしてますよっていうプライドがあって、この自尊心みたいなのが、この感じ。僕、あの、甲子園とか目指す気ないんで。 いけんのかよ、お前、じゃあ、っていう。<laughs> え、じゃあ、行こうと思ったらいけるんですか、あなたはって言ったら、いや、もう最初からそういうのないんで、みたいな感覚。で、これは、あの、村上春樹作品も、まあ、基本にあるものでさ。で、この人た、この人が、まあ、言ってんのは、まあ、熱くなるやつはバカだよね、とか、何かに熱くなってるやつバカだよね、っていう。いいこと言うやつって大体偽善者だよね、っていう。 え勝手にやっててくれっていうさ、あのフランスにいる人なんかも割とそういう派だと思うんですよね。うんうん、だから辻さんのことですか？辻さんのことですか？<え>辻さん、辻さんは違うんですよ。ああ、弘樹さんの方がよくした。はい。弘樹さあのだからあるその世代が抱えている感じだから、まあ俺多分その段階ジュニアがピークだと思うんだけど、お父さんがそうなっちゃって、お父さんが革命に失敗してるから、それを見た子供たちっていうのはこうなってしまったところがあって。 うん、っていうのはすごくあるんで、村上春樹の話するときに、この感覚ってどこから来てんのかって話しないと、進まないと思うんですよ。うん、なので、うん、えー、逃げられない段階での挫折って話で、<laughs> またこれやるのかよ !200 億回やってる、<laughs> ヤングさんで <laughs> この話ばっかり。<laughs> だけど、そうなの。みんなが大好きなコンテンツは、ここから生まれてんね。挫折から生まれてるから、うん 面白いし、深いって言って、みんなが好きな、うん、ま、この、えー、宮崎さん、富野さん、そして松本隆。ね、完全に。<ー>松本隆ですね。だから、あのーな、ルビーの指輪ですよ。<laughs> だから、ま、負けた後から始まるわけですよね。そっからこの人は、あのー、松田聖子になるわけで、うん、えー、闇をくぐって光に抜けるっていうのをやるわけで、たけしは、そのソーラーの中にい、い、い、俺は俺ってやった人ですよ。 だから実はビートたけしは意外と村上春樹的でもあるんでね、うん、ちょっとクールに時代を見てるっていうことなんですよねで、えー、なんか複雑ですこの富野さんは結構真ん中にいた、うん、で大勢寄りだった、うん、で,で宮崎さんはそれに参加できなかった うん、だから、その、思想的には非常に、えー、共感してた、うん、リベラルに。だけど、参加できなくて、アニメ作ってた、うん、っていう気持ちがあるから、あの、革命の続きをアニメでやろうとするっていうことですね。うん、まあ、みたいな、この辺の、まあ、段階世代の挫折っていうことで、これをね、一言でまとめて言うとね、段階世代って何,何かっていうとね、一回死んだ若者たちなんです。 ほう。<ー>つまり理想を抱えて革命やろうと思ってダメだったっていう、この一回死んだ、死ねなかった僕っていうやつが、うんえー、何かやろうとしてるやつを見た時に、うん、俺にはできない、やれやれって言いつつ、うん、どっかで、そう、そうも言ってられないとか、そう、それも寂しいなみたいな感覚っていうのがあるっていうね。うん、この辺が、なんか俺すごい大事なところじゃないかと思うわけです。で、 あのこの世代ね、うん、さっき言ったこの人たちは割とあの、まあ、次の時代を作っていくために割と違う熱さを作っていくっていうか新しい熱をこう作っていくんですけど、うん、で自分たちの本音も言うんだよね、うん、だから、えー、情熱あるわけですこの人たちってだけど、うん、で本音も言う、うん、だから結構パンツも脱ぐんだけどこの人たちってだけど俺心閉じたはっていると思うんですね。 <laughs> だこれは、あの、まあ、YMO が歌詞をなくしていく、その、閉じていく、その、自分たちを機械にしていく、で、うんテ、テクノになっていく。で、それは、もう一連の流れの中で、常年みたいな、人間的生々しいものは全部ダサいから、これが推しにつながりますね。推し推し。推しあ、推しさんに、ね。推しさんにつながっていく流れになっていくんだけど、そういう流れであって、この青年。はい。えー。うん あ、あの、あずまさんですね。<laughs> 若い頃えー、<laughs> この、この人、えー、情熱を否定する個人主義っていうね、まあ割とその、えー、これ、パロディになったりとか、は<ー>そうそう当たるになるわけです。諸星当たるになるんですよ。で、今日になるんですよ。だから、傍観者で、えー、主人公じゃなくて、あま、あの、なんあま、熱く、熱く革命をするみたいなところから距離を取っていくわけですよね。 でも,でも当たるとかはさ別にさ、うん、女の子のお尻を追いかけてる感じの熱さはああ、るじゃんあだからザレ言の中に身を置いて本気になるとやめたわけままああそうん、だからランドの中に住むことに決めたわけ、うん、あとはまあペンギンブラに住むこと決めたわけ、うん、でそれがクールじゃんっつって意図的にやって、うん、そこから逃げられなくなっていくわけですよ。 あの、なんつの、えー、パラディとの歴史が始まるわけです。パラディー <laughs> そ,うそうそうそう。そういうことなので、エルディア人が始まっていくわけなんですね。このあたりからね。で、この心を閉じてしまって、本当の自分、やりたいこと、熱くなること、コミットすること、傷つくことっていうのを全部やめて、パロディーとか、うんまあ、特にそうね、オタクがそうだね。うん、初期オタク、パロディー大好きでしょ。 だからねみんななんちゃってっつって本当の,の自分を出さないでうん、うん、コスプレして生きてくっていう人生を送るわけだよだから自分いないんだよ本当にだから傷つくことないわけ、うん、絶対安全圏の中で生きようっていうのが80年代に始まるわけですこれがお久保さん正しく傷つくべきだったっていうあのセリフに繋がりますよね急に来ましたねはい<ー>これがドライブマイカーで、えーうん、語られるセリフの結構大きなやつだと思う。 あほうそうなんですよ。でこの、えー、ちょっと前半飛ばしますねあ飛ばしてやっちゃいますけどこの村上春樹小説家になろうと思って必死になって、うん、若い頃から頑張ってたわけじゃないですからね。うん、まあねバーテンだしね。最初でも演劇やろうと思って早稲田の演劇やってるんでしね。うんうん、で脚本とか書くんだよね。だけど途中でそのまあ あの人の場合は、あの、1949年生まれなので、うん、えー、だ安田コーの時二十歳というね、うん、つまり段階性ど真ん中だよね。うん、だからまあ、ノルウェーの森の映画でも出てくるけど、うん、とにかく学生運動で大盛り上がりなんだけど、そこで全部シャットアウトしてって、うん、ジャズと彼女と、うん、ええー、か趣味の世界に入っていく、うんで。そっちが主流になっていく流れっていうか、革命は失敗し、趣味人が残るっていう流れが、 始まってしまうわけなんですよね。で、あのこれディスカバリーって言ったんですけど。なんで小説家になったかってご存知ですよね。クさん知ってまえ、なんでとかって言ってました。はい。言ってます。なんでだっけ、なんか鉛筆もらったとかだっけ。いや、そうじゃなくて。あの何だっけな、えっと、ジャズ喫茶に通うのが好きだから。自分もジャズ喫茶やろうっつって、学生結構すんだよね。で、奥さんと一緒にバイトして、お金借りて、で、ジャズ喫茶を自分で開いて。 で、そこでバーテンずっとやり続ける。生活も安定して。うん、で、幸せな日々を送ってて。で、ある時、神宮球場でヤクルト戦のし、うん、プロ野球を見試合見てたら、ふと小説を書かなければならないような気がする。あ、<laughs> <laughs> そんなことであったな。うん、<laughs> それで書いた小説で、デビューして、それが、これですよね。風の歌を聴けなんで。俺が全く聞こえなかったね、やつね。あなたの、のあなたには風の歌は聞こえなかった。あんな歌も聞こえなかったし、風も吹いてなかった。<laughs> 風,風吹いてなかった風も吹いてなかったよ。吹いてたんや。<laughs> これが奥野さん。<laughs> はい。あの、いわゆるデタッチメントです。あなたに触ってくるな、触るなって言ってる作品だったんで。そうそう,そうそうそう。そうですね。だから、一旦、あの、英語で書いた小説を日本語に訳して、神戸の話なのに方言は全く出てこないと。 うんうん、でその三分的に並べてい、うんえー、くっていう手法でねこれはまあアメリカ文学のやつをまあ彼なりにまあその日本流に落とし込めてたやつででここで描かれてることは、えー、ネズミのの話話で自分の話じゃないいっていう、うん、まあ傍観者としてはでビール飲んでピーナッツの殻を貯めてっていうそれだけの話なんだけどっていうねただ一箇所だけあのこの作品ありましたねそので女の子の指っていうのが、えー、リアリティー 何かきっかけになって,て。まあ、そこでちょっと、そこだけ、一瞬だけ、あの、リアルが入ってくるっていうのは、ちょっと、この作品でもすでにやってますけどね。ただ、そうなんですよ。お黒さんの今、風は吹いてなかったかも。<laughs> 聞けませんか。風も歌も聞こえなかったかもしれない。はい,はいはいはい。で、思うのが、このデタッチメント小説が登場するわけですよ。みんな、一緒にやろうぜって言うんじゃなくて、いや、みんな来ないでください。バーン閉じて。僕は僕です。バーン。 井戸に入ります。<laughs> 異世界に行きます。さようなら。女の子がいたよって。その女の子と一緒に人生を歩んでいこうみたいな話。女の子がいたよ。女の子がいたよなんだよ。うんうん、ネジ巻きドリクロニクルなんかも、風の隣に女の子がいる。そうそうそう。だから、そんな感じの小説登場なので、なんつうのかな、こう、もういいよ、社会問題とか、うんざりだよとか、学校とかいいよとか、体育祭とか勘弁してよとか、 世の中のそういった祭り事みたいなものにうんざりしている、絶望した人たちっていうのが、一気にこの流れに合流してくる。で、これがですね、あの、高橋ルミ子会で言ってた、えー、TR ラインの翌年に起こるということですね。<ー>はい。つまり、熱血の時代が終わって、パロディの時代が始まる。んなんちゃっての時代が始まる。バーチャルの時代が始まる。このバーチャルの時代の延長上に行くんで、うん、我々は社会問題を解決できないんです。なるほど。 ここでやめたから。うデタッチメントになったから。なので、こんな、こんな国になっちゃったんですよ。はいはいはい。はいだから、ここに一個、ルーツがある。ただし、この方はその問題に、実は最初から気づいてて、途中で、阪神大震災で、スイッチを変えますよね。うん。そこで、このピングドラムが起こるわけです、この方。う95年。そうですね。まさに95年にそうです。あの、アンダーグラウンドをやるので、 えー、まあそこで変わっていくということで、まあ、まとめますとですね村上春樹小説これあのディスカバリーでしっかりやってるんですけどまあ簡単に言うとほっといてくれと言ってるほっといてくれないかと言っているで基本的には傍観でエロスもええー、積極的じゃないです女性から来る エロスですね、うん、だから発情した女の人が必ずいきなり骨豪主義的に現れて「やれやれ」って言って受けるという、うんうん、形なのでこれも非常にいいラブコメ的っていうかね、うん、よくあるやつですよこれ全部漫画っぽい。であと都会っていうのはこれだから地方を切り捨てたんですよね。つまり日本的なもの土着的なものみたいなものを全部切り,切り外していってしまってそこにあるのはなんつうかな、ね、頭の中の都会みたいなね。うん なんかその、それってあれなんだよね。沢田賢治の TOKIO だよね。TOKIO が空を飛ぶのあの TOKIO は、なんか村上春樹に出てくる都会だよなって。実際の都会は違うもんね。だって、<laughs> ね、島さんなんか東京生まれだから分かると思うけど、うん、もっと複雑だもんね。そうですね。なんかアーバンライフみたいな感じですよね。人がイメージする。そう。うん、うん。だから村上春樹の、そう、 食っている頭の中の都会っていうのは日本人が共有した妄想なんだと思う、ね。うんうん、でそこに住むのがおしゃれみたいなところでみんなそこに行く。うん、そうすると田舎から解放されるから田舎の人ほど村上春樹ははまるんだよね。都会の人は分か,分かってるから都会ってこんなんじゃないっていう。かも、うんうん うん、そうか、なんか恥ずかしくなってきたな。<laughs> リアルとか熱血にコミットしない方がかっこいいみたいなスタンスが誕生したって話ですね。うん、そういうことですね。はい。まあだから、それがクールの誕生なので。うん、なるほど。だからあのニュ、あの、ね、80年代でいうと、ニューミュージック聞いて、アリスとか聞いてる人と YMO を聞いてる人と分かれたんですよ。YMO 派が,派が、えー、まあクール。 に繋がってて、これがまああなたの大好きなお C さんとかに繋がっていくという感じになりますね、うんうん。うん。だからちょうどおっくんとクゼに分かれたっていう感じ。だからその象徴的なのが龍とハルキっていうのは言えるんじゃないと、うん。だからファッションサブカルとあ言い方ミーハーの違いでしょ。<laughs> 自分もそうやったらいいけど。<laughs> 自分もそうやったらいいけど。<laughs> いやなんかねはい、はい、あの、うん、ほらま文学かぶれ 俺もそうだからルートがあるんですよまずやっぱり俺の世代もそうだし多分もうちょっと上もそうなんですけど太宰安吾とかそして三島がいたりするんですけどでまあそのある中で村上春樹に次が来るんですよ。 で、まず俺、太宰の時点でちょっとダメだったから、春樹のルートなんですよ、それ。うん。このなんかね。わかるわかる。遠征ルートでしょうん。遠征ルート。遠征ルート。だから世の中はいらない。世の中をはかんでいる。あ、そうそう。で、一人になっていくっていうルートが太宰ルートであり。ます。ら、太宰ってもっとその何、パーソナルだったわけですよ。でもこの人は、それこそもう、あの、何回もね、ピングドラムもそうだし、 ハルキーの話が出るために言ってるけどやっぱりその集合的無意識みたいなとかそのまあ移動だったりねいわゆるその抽象的なね世界っていうかそれをあの思春期の時にねクズみたいに食らっちゃうと自分の中の言語化できないなんか安尿意な感じっていうかすごいそのセンシティブなものをこの人はそのまのま言語の別の言語に置き換えて世界観として提示してくれてると。 で、なんか、妙に、おしゃれっぽく書くんですよ、うん、恥ずかしいことちゃうで、それ。<laughs> <laughs> 上手に書いてあるで。スタイル、スタイル。完璧な文章など世の中に存在しないっていう一文から風の歌始まって、うん、かっこいいって思ったよ。最初 <laughs> <う>。今読むと、ちょっと痛いかもしれへんなって時代で思うけどそ。それは最初はそう、そういうのから入るよ。うんうん、だけどやっぱ聞こえないんだよね。 聞く気がないねミュートしてんねん。違うのげて。1970何年には、ジャズのなんとかのレコードが流行っていてみたいな。流行ってるわけないやんけみたいなさ。お前がだから。流行ってたら俺知ってるし。ミュート。お前のミュートしてんねん違うよ。だから、そ集合数が違う例えがいちいちなんかこう、わかりますわかります、わかります。 古釈な感じで分かるわ、これ分それはね、古釈やって思うのは、なんていうのそ、自分を見つめてるわけで、それをこう、古釈って思うのは、なんか、逆に格好悪くないそれ。だから、仮面ライダーが何年かは知らんけど、うん、70年代とかやとして、ウルトラマンとかもそうかけど、うんえー、が流行ってて、ウルトラマンが流行っててみんな、あの時俺はウルトラマンの、あの、何、怪獣をっこしてたんだ、うん、みたいに書いてくるんやったら、うん、だよなって思うわけよ。うんうん でも、ジャズがって書かれると違うなって思う。<laughs> ジャズは流行ってないし、そ <laughs> の、いや、流行ってたっていう人の意見も聞いてくれよっていう。いキャンディーズかなわからんけど、キャンディーズをみんな聞いてたとか、<laughs> ジュリーがめっちゃ流行っててとかやったら、全然、あんのかなって思うよ。<laughs> なんか、海の向こうのレコードのが、海の,のの海の向こうのレコードが。レコードが <laughs> お前、日本語で何言われてるのて <laughs> <laughs> どこやねん。どこだやねん。んやねん。向こうや,うやっぱり、ちょっと。何、一維新の人やねん、お前。<laughs> やっぱりね、ほんま何回もやってるからあれやけど、まあまあ、まあそんな中志島さんはどうなんですか、彼女は、どういうふうに思ってたんですか？どういうふうに思ってた？結構フルキスト。いやなんかやっぱおしゃれだなと思いましたけど、なんかやっぱ全体ファンタジーですよね。先生がおっしゃった通り、結構ララノベ的というか。そうね。元からね。うんうんうん。ラノベと思う。なんで100%の彼女に出会うんだぜ。うん。 だから、すごい、序盤は特にカンガルービーよりとか、うん、なんか夜の雲モザとか、出てくるアシカホテルとか、もうすごくファンシーだし、うん、おその、女の子受けしそうなものだし、うん、もう非常に、ま,にまあ。 ポップだったんだよね。で、リアルとの接着点が今奥くんが言った通り、それこそジャズ喫茶とか、レコードショップとか、おしゃれだなっていうところだったんで、そこがこうフィットしない人にはね、やっぱりかなり遠い世界の話に感じられるのかな。え、だからその周波数が合わない人は全部排除するんだよ。だこの時代に60年代で言ってそのこのあのじゃ 例えば、マイルス・デイビスについて語れない奴は周波数の中に入らないから、全部さよならしてるっていう。うん、そういった先民意識があって、その先民意識は、明らかに上目線だから、鼻につくわけだよ。うんうん、もういきなり青山だ、表参道だから始まるし、で、この方はもう本当に早稲ただし、 うまあ、その、足屋の方だし、生まれからしてすげえ、その、人から恨まれるような、う鼻につく要素を抱えてるて。<laughs> そうなんですよで。それを鼻につくようなこと、みんな言われても、やれやれってやるもんだから、 余計にムカつくよ、お前はっていう。<laughs> <laughs> そういうとこだぞ、みたいな。<laughs> そういうとこだぞ、お前ってますね、そう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 。でも別に構わないんだよね。一人でだってレコード屋に行けばいいんだもん。うん、で、買ったレコードをずっと聞いてて、ウイスキー飲んでればいいわけだよだから自分のパーフェクトなピースっていうのを常にこう抱えて、それを否定されたくないっていう思いが強い人は、すごいハマるだろうなっていう感じですよ。うん、あとその。かそな,なんていうのその団体行動だったりだとか、社会出たらこうしなきゃいけないだろうっていうのに対して、みんなちょっとなんかあったじゃないですか、うん、もう人。 昔前は、うん、え、そうかな自分の思う通りやっちゃいけないかなっていう思いっていうのをハルキの世界はきちんと守ってくれてたからそういう意味であ,あ、いいな居心地いいなと思った人はたくさんいるんだと思いますだ俺は俺なんで、うん、言ってみれば落合流なんだよねこの人ね俺流違うこの方かねこの人、ね、このソースだ同じでんだよねでも信子さんいないじゃないですかあ、いや奥さんは最初からずっとこの方サポートしてるしだから 相方はいるわけでいや、俺の大好きな落合博光と一緒にしたら福士んはいません。<laughs> 福士君。の話はやめようかな。そうね。まだ映画にも行ってないし。まだ福士君、落ち合い、YouTube 始めたんですよ。落ち合いさんは落ち合いさん。落ち合いさんは、めちゃくちゃやる気ないのなんか。あ、でも俺流だからやらされてる俺流だからね。いいと思います。だからさっき言った、スノビズム、それから、あと、だからオタク趣味っていうのはまずあって、オタク原始人なわけですよね。岡田さんの言うところでだから、第一世代の前の趣味人なわけですよね。 60年代っていうのは、その物がない時代から物が溢れる時代に突入するんで、みんなとにかく、次来た、次来たって喜ぶわけでね。だ新婦を買うためにもみんなすげえワ,ワクワクする。で、えー、金がないから、あのレコーダーお前が買え。このレコーダー俺が買うって共有するとか。うん、まあ、そのノリで、うん、えー、車も大好き。で、ウイスキーも大好き。とにかく、物で幸せになるっていうところに行くわけなんだけど、これが、 精神論っていうのを言ってた前の世代に対するカウンターになってるんだよね。なるほど。だから、その、前の世代は死んでこい、神のために、みたいな感じで、もう精神論に対する怒りみたいなのがやっぱ根っこにあって、それはもうお父さんたちはそうだったからなんだよね。で、結果出てないじゃん。って、うん、言って、えー、物に行くっていう、まあオタク趣味。これはね、相性良かったんですよ。この後の80年代は完全にそう。で、新製品が出ては騒ぐ。 だから、この世代の人たちは、3D テレビとか買ってるはずですよ。だから、今はなくなった、あの、新製品。ね。だから、そういう人たちですね。で、あともう一つあの、さっき言った、ユング派ですよね。うん、だから、ま、非常にスピリチュアル。うん、で、ここではないどこかっていうのを、オタクたちは孤立した中で求めるわけですよね。うん、で、引きこもって孤立して、誰にも会わなくなって、そしたらそこから、 扉が開いてどこかに抜けるっていうのをずっと書いてますね物で幸せになってるのにスピリチュアルってなんかしんどいですねいやしんどいですよだから限界はあるんだと思うんですよねその物の幸せの限界ってだら結局孤独だから、うん、でどこかに繋がりたいっていうところでいや俺逆だと思うけどね ものがないと精神世界っていうのに手応えはなくなっちゃうからイデオロギーとかのオタクにはやっぱりどうしてもなれないいうそれは思想家になっちゃうあそういだけどものがあるからその向こうのここに付属されるファンタスマゴリアっていうのがあってそれをみんな夢見て最近気に入ってますね。最近ブームなんでははいい うん。だからこの人は本当に健康的にその自分の世界っていうのを作り上げて、うん、ものっつったって一番お金かかるものではないんですよね。うん、そのなんかこう自分のお気に入りのワインを見つけられたハッピーだったりだとか、うん、<laughs> レコードあのあこれこのレコードやっと見つかったハッ。 B. だったりっていうところで、なんかこう。最新の機能を持った何々をどん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 集めていくっていうところではなくてない。いそ,そ,そう、だからこれは両立はしてる感じはするっていうのと。なるほど。うん、まあ、ポイントは。自己満足できるかどうか。うん、あ満足できるものに囲まれたい。っていう生き方をするっていうのは要はあるか。社会はどうでもいいというのとセットになってるわけだよね。自分が満足できればそれでいいっていう。このメンタリティ。うんうん まあ、後々っていう話もある。あと、この人、まあ、こんなに言っておいて、あれなんですけど、気持ちはわかるんですよ。あら、気持ちはね。ただ、気持ちはわかるというか、この人めちゃくちゃ言葉の人なんですよ。そうですね。だから、そういう人が、新しい何かを紡ごうとした時に。あの、新しい感覚っていうのは、物が運んで。きてくれるんですよ。概念が概念を運んでは来てくれないから、だから、その。 鉄頭鉄尾具体的なものと抽象的なもの。で、彼の中で抽象的なものと具体的なものっていうのは同じラインにあるから、だからすごく分かりにくい偶和性が生まれてくるっていうか。うん、で、井戸って彼が言ってんのは、本当の井戸を想定しつつ、その向こうにある、えー、そ<う>イデアもあるからとかっていうのもそうだし、車もそうだし、タバコもそうだし。あと猫ね。猫もそうだし。だからその、うんで、彼の世界を広げるためには、あの、 <ん>いっぱい彼が物を集めたりとか物に触れないと無理だったというところなんだろうなと思って、うん、あのね春樹の「パラレルワールド」は水平移動が多いっていうふうなことを言ってる人がいて水平移動だからあの縦の層になってて、うん、だからあのエレベーターとか、うん、エルドとか、うん、上下で上と下の世界があってっていうのを、うんま、でやってフェーズを変えていくっていうことによって、うん、今から逃れるもしくは。 違う世界からヒントを探す違う人とつながろうとするっていうことで孤立や孤独から解放されようとするもっと深いところでつながりたいっていうところともリンクしてるんじゃないかなという気がします。<ー>ほっといてくれって言いながらつながりたいっていうこのね無意識というでまあ猫と女の子っていうのが社会を象徴してて、うん、でそれがいなくなるっていうことによって完全な孤独になって、うん、で。 さまよいながら、どこかにつながらなければいけないって言って、コミットが始まる孤立の中で。それが井戸だったり、うん、エスカレーターだったり、まあ、いろんなやり,やり方で出てくるという感じで。これは、だから、近代の孤独の中でもがいている人たちにはハマるって。ハマらないわけがない。これは。 しかも猫も女の子も向こう側から寄りついてくれる、うん、都合のいい存在っていうのがイラッとしますね。すねモテるんです <laughs> あれまあさっ,さっきも言いましたけど95年の話ですね <laughs> そんなこんなの、えーまあ、割と春樹、えー、一人のユートピアを書いていた春樹さんが、まあ「震災とオウム95年」がやってくるわけですねピングドラムがやってくるわけですね。 この時にこれ二つが、その、同時に起こってるのが面白くて、偶然だ、なんですけど、その、まず一発目にこう震災が起こるんですけど、これはもうふるさとを直撃したわけですよね。だから、その関西弁を書かない小説家は、ふるさとがあったわけですよね。で、そこには何も起こらないはずだったんだけど、起こっちゃったんだよ、不条理が。だから、自分は全部好きなものを集めて、自分の世界を、小さな世界をコントロールしていけるはずだったのに、 風情理がそこに襲いかかってしまったと。で、うん、そこで、えー、意味もなく人が死んだんだっていう。うん、死んじゃいけない人まで死んだんだっていうことで、えー、ショックを受けてるという。で、同時にサリン事件で、うんうん 何の理由もなくたまたまそこにいた人が死んでしまったっていうことで。うん、で、彼は、その当事者について、実際にインタビューに行くということで、うん、初めて社会に、まあ初めてじゃないけど、うん、小説の仕事の中で初めて、コミットするっていうことが始まって、ここから社会と繋がっていくっていうね、ここからまあ、春樹は。第二。第二章突入で。第二章っていうかね。影<ー>は深くなり、世界は広くなっていくというね。で、ポイントはね、俺宇宙戦界大和だと思うんですよ。ええー ビビっただよ、俺今。考え <laughs> ある声出た。今声出なかったごめん。オウム心理教はオタク集団だったんですよね。ああ、そういうことで、ヤマトが大好きだったんですよ。あ<ー>で、ヤマトのパロディーアニメとか作ってるんですよね、あれに近いような。うん、だから、オウム心理教っていうのはファンタジーに生きてた人たちなので、むしろこっちにいたんですよ。ああ<ー>、うん。だけど、集まってファンタジーの中で現実、 的に革命が起こせるんだってって前の世代の考え方と合流してしまってるあそこでで全然まあ無差別ゼロに走るというところになっていくということつまり、えー、まあ,ある種自分がいたファンタジーの世界が現実的にこう悲劇を起こしてしまって関係ない人を殺してしまったっていう事件が同時に起こる、うん、震災の一つと,しとだからやっぱりこれは2つはやっぱりなんつうかな。 大きくそれはつまり突然当事者になるってことが起こるんだってことで安全権がない一人で安全でえいけると思ってたらとんでもなかったよねっていうことが分かってからっていう流れになってくるっつうね。でここの流れが俺めちゃめちゃ健全で好きなのこの人の。気持ち素直だだよねだって 学生運動やったって何も変わんなかったじゃないかっつって、うん、だったら好きなもののために生きたっていいじゃないかっつって、うん、僕は誰も傷つけないって言ってすいません生きようと思ったら、うん、あのそれもダメなんだって分かって、うん、しょうがないから店出るしかなかったんだよねそっからの旅が始まるっていうさでちゃんと人の話聞き始めて <laughs> ここから面白くなるね小説がこの人のそれ <laughs> <laughs> ねじ巻きとかねねじ巻きはねちょい前なの、ね、ちょい前なのあのねうんちょい前直前 だからねまきは予言のみたい。るで、その引き金を引いてるがごとく何か予見させるそのあのシリーズ震災の後、地震の後のシリーズで「神の子供たちは皆踊る」っていうのが出てくる面白いよね95年ピングドラムからリンクしてますよねピングドラムの元ネタで入るかね入る君東京っていうのがあるのでっていうことですね。 はいやっぱ体験すると急にに自分ごとになるんですねそれまではだから、うん、ギャッツビーを見てたわけ、うん、ギャッツビーを見ている僕、うん、すげえやつを描いてた、うん、ネズミを描いてたっていうねで今回の作品も、あのー、その流れが非常にわかるような。 うん、要素がたくさんありましてね。で、ドライブ・マイ・カー語るときに、やっぱり、その、この流れがちょっと分かってると面白いなと思うわけです。その前にですね、えー、歩き作品がいかに映像化が難しかったかっていうやつで、<laughs> 皆さん、何が面白いんですかえ <laughs>、この小林薫さんのやつでしょ風の歌う。しかも、小林薫さんの隣にいるのが、はい。室井茂さん,、うん。あ、これ室井茂さんはい。えー、あ、違うか、えー あ,いやあの、室井茂さんがこの映画で脱いでますからね。え、新宮寺新宮寺さんこっち。こちら違います、ね。すね、あ、ごめんなさい。巻上こいつんもゃないのヒカシューの。そうですね。すね室井さん出てますね。<ー>そうそうそう。<ー>で、室井さんが脱いだなんつって、まあ、未だに騒いでますけど。 あの、この、この映画の話をするときに。これ、あの、いつ、いつの映画だったかはわかりませんが、僕、これ CM だけ YouTube で見たことあって、すごかったです。うん、テレレテレッテみたいな曲が流れて、うん、青春群像劇、風の歌を聴け、村上春樹最新作映像化、テレレレレレレレ,レ,レみたいな感じで、 これは映像化難しいでい大森さん映画でしたうん、うん、大森和樹の作家性の方が強く出てて、うん、であれだよだからピーナッツの殻が上からファーって吸ってくるみたいなさ <laughs> え映像でやっちゃってて <laughs>、えー、でもっとその小説だとカラッとした感じイメージだったりとかするんだけどまあちょっとすごく難しかったっていうのとまあ とノルウェーの森ですよね。ノルウェーの森ね。映画かノルウェーの森は大変だったろうなと。いや、これ大変だと思いますけど、でもその、この監督的にはすごい、ノルウェーの森できそうな監督でしたよ。その、そうですね。これ、いい意味で。この辺も映画も悪くないけど。奥野さん、顔。見るわけないよね、あなたはね、映画ね。俺、このノルウェーの森が一番嫌いだったから。あ、小説が。はい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 。うん。うん。まあちょっと言いたくないけど。 もう言ってるやんもう言ってるやん。でここで今回の作品につながるノルウェーの森の大きな失敗というか問題があってそこは何かっていうとまあ演者さんが誰だっけな主演のさ松山さんがルキの作品を大事にしたいからっつって春樹ゼリフをそのままやったらしいんですよね。 あ,あ,あえて。うん、でそれは、村上春樹本人が、映像化するときは、僕の、その、えー、セリフは、不自然になるから変えてくれって言ってたらしいんだけど、うん、あの、あえて、挑戦させてくれって言って、大失敗してるんですよね。うん、大失敗言うなって。<laughs> だから、あの、いやどんな、どうしてもリアリティ変えてしまう。それはそうですね。ね、うんうん、だから、なんか、その、 映像自体はすごく美しくてねいくつかリアルなところあと菊池さんの演技がすげえうまいからだからそこのリアリティでいけるかなと思いきやセリフだけが浮いてん、っていうねあとなんだろうもっと長尺だったらしいですねそれをだから編集してるからその登場人物がなぜ狂ったのかっていうところがバッサリいってるから分かんないんだよただでさえ 共感するなって言ってる作品だから、共感しようがないっていうか、うん、どう乗ったらいいかわかんない映画になっちゃってて。 小説の中で小説の文章を読んで自分の体をこう乗せるっていうのはできるんですけど、うん、小説の中から誰かがそれを体現して撮ってた時に、うん、なかなか難しい文体なんですよねセリフも含めてっていうのはすごい思いますノ、うん、ルウェルも見た時に,に、うん、マツケンブリーフ棒読み面白映画にちょっとなっちゃってますよね <laughs> うわ全<ー>くその通りですねすごいで,すでもあの60年代の再現は非常に素晴らしかった、うん、ちゃんとランニング来てるしいうん、あと家具とか小物に至るまで非常にね、うん 見事にできて、小倉さん見てないですよね。いや、映画は見てないですよ。うん。え、見た方が良かった。すみません、これ、ちょっと、まあ、ネタバレになっちゃうというか、今れ見ないかなと思うんで。これ、でもね、ラストシーンね、まあ、結構良くて、僕的には。あれ、いいですよね。そうです菊池凛子の狂いっぷりとかも。すごいいいんですけど、なんか、そこに至るまでの過程とかが、あんま分かんないから。 なんかすごい浮いてますよね。だからそのエンディングね。だからラストカットがもう非常にその鮮やかで。で、これ、この作品って、まあ、うん、要するにその。森に迷い込んだ男の話なのね、うんうん。これが進撃の巨人につながってて面白かったんだけど。あ,あ、そうなんです。え、森から出ようってルージャン。ン <laughs> 進撃の巨人で。あ、じゃあ、来週やりますね。すす <laughs> 奥野さん、忘れてるみたいなんで。はい、はい。 ただなんか思春期、女の子と出会って、女の子と二人で森の中に入ってしまったみたいな映画だよね、これね。そしたら女の子は魔女になっちゃった。いや、最初から魔女だったのかも。そして森から出たんだけど、次の女も魔女かも、みたいな感じで描かれてるので、最後に電話をしてるときに、あなたどこにいるのって聞かれた主人公が、僕はどこにいるんだつってパーンって映画終わるんで。つまり、完全にホラほら、ほらだし、その女の子と時代の 喧騒から離れて、うん、女の子とだけの世界に入り込んだはいいんだけど、そこには森が待ってて、迷いの森が。その迷いの森から出られなくなっていくっていうのが、えー、ノルウェーの森だった気がするんですよね、僕からすると。そう見えたんですよ。で、これは80年代の,そのバブルがガッて盛り上がってる時期だったんで、そこから我々はずっと迷いの森にいるよねっていうように思ったっていう。っていうことですよ、よ小倉さん。<laughs> 次行きまし俺の読んだ、俺の俺と違う話になってます、ね、映画です、これ、話してんのは。違う話よね。だから、だいぶ変えてますね、うん。だいぶ変わってると思うよ。うん。だから、映画の話です、これは。で、じゃあ、ドライブ・マイ・カーの話するときに、もうあと12分で終わりって。<laughs> いつものやつ。ま <laughs> この、えー、浜口竜介監督は、とんでもない、頭のいい人ですね。すごいですよね。で、この人が43歳なので、段階ジュニアなんですよね。 つまり、この二人、親子ですよ、ほとんど世代的に。そうなんですよ。そうすると、どうなるか、奥野さん、言いたいことありしますかだから、家福と美咲の関係ですそのとえりです。そのとえりです。<ー>はい。うん、そのとえりです。で、それよりかは、まあ、親子っていうか、まあ、子供の世代だからこそ段階、超えたいと段段。超えたいのもあるし、うん、段階世代が隠している何か。 はい,はい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 。はい見ちゃって知ってるわけですよ。うん、段階世代は何を隠してるか。それ僕変えますからっていうのが今回の映画ですね。親父<ー>を超えたいんだと。親父は超えたいというか殺しに来てますよね。うん、つまりバキーだっていう話でしょ。あ,ありがとうございます。<laughs> なんか狙ってるなっていう顔してたわ。すごいっすよね。何回目このバッター。ちょっとでもこっちに引き込まないと。全部バキで。さっきまでなんか、何の話ってしてたのに、バキ思いついた瞬間笑顔になってたから今もバキ読んでない人いっぱいいるやん。ちょっとでバキや思い出してもらないはい、そんなわけで、春キ映画、魔改造映画、ドライブ・マイ・カーの話です。ってことです。問題です。問題あと10分で終わりますが、大丈夫です。はい。 あのね、ファミリーになってくれればね、えー、見れますんでねこの作品あれですねあの、まあ、みんな知ってると思いますけどね、えー、村上春樹原作とはいえですね3つの短編、えー、のプラスアルファでねもう一つ俺4つかなと思ってるんですけどプラス「ワーニャおじさん」っていう,う作品でこの「うん、このワーニャおじさん」っていう戯曲の、うん、が、えー、村上春樹の短編の中にちらっと出てくるんですよね。で これを、ちょっとしか出てこないんだけど、浜口さんが拾って、で、ドライブ・マイ・カーに出てくる物語とリンクさせて、大成功してますね。このリンクはお見事でしたね。で、これどう大成功してるか後々話しますけど、で、この魔改造ですが、ドライブ・マイ・カーっていう、いわゆるその、この映画の主軸になっている話で、美咲とフ福出てきますよね。ただ、 ええー、非常にさらっとし終わってますよね。この、うん、この作品はね。短編集ですから本当にさらっと終わってます。短いです、ね。短い短いはいはい。で、この昨日っていう作品では、ええー、まあ妻を寝取られる女っていうか生々しくの寝取られる女が出る。 まあ、そのシーンが出てくるっていうのは、<ん>昨日。夫。あ、あ、じゃ、え、妻を寝取られ。る妻<を>、夫、夫,夫、そうそう。の話、うん、そして、そこから逃亡する話の繋がってくる。昨日っていうのと、うん、あと、シエラザードっていうのは、えー。人妻と不倫をしている男が、その女が。うん、えー、で。 これねセックスの後ですけどね、うんえー、いろんな話をしてくれると、うん、っていうねそれでや,やつめウナギがぜ前世がやつめウナギだったっていう非常に印象的なでこの印象的な前世がやつめウナギだったっていうフレーズを、まあ、見事にはめ込めはめ込んで、うん、映画の中に入れてますねでこれもまた割と中心になってますよねこのシエラザードで出てくるあのその 人妻が、えー、セックスの後に話してくれる話の中に、うんえー、空き巣に入る女子高生の話があって、うん、でこの話が、まあえー、まあ入れ子構造になって、まあ、機能していくっていう形になっていくっていうのと、うん、あともう一つこれがあの結構強烈だと思うと独立機関」っていうね小説小倉さん読んでませんかかか、うん、ここれれ読んででででななないいもなこれ全部入ってますすすすじゃないですよねか

52歳かな、うん、で、すべてにおいて完成された男。うん、で、えー、お金を持ってて、うん、で、まあ、その美容、外科医としても、まあ、一流と言われて、んで、えー、なんてうの、サポートしてくれる芸の優秀な部下がいて、で、それで彼は何をしてるかっていうと、完全な独身主義を貫いて、うん、で、いろんな女の人と寝ては離れる、寝ては離れると。で、執着しないのが彼のセオリーなんで、えー、お、多くの人妻を抱くっていう話ですね。 で、そのうちの一人に本気で惚れてしまうと。うんうん、で、本気で惚れてしまって、コントロール効かなくなって、最終的に餓死するって話ですよ、これ。だから、女はか、その、都会を選ばずに、もう一人の男と浮気してて、うんうん、旦那も捨てるんだけど、都会も捨てて、うん、若い男といなくなるんですよ。うん、で、それに耐えられなくなると。うん、で何,何が独立期間かっていうと、うん、女には、 嘘をつくっていう期間が、体の別の期間として存在してて、独立した期間として存在してて、非常に、えー、不自然じゃなく、完璧な形で女は嘘をつくっていう、そういう期間を持っているというような、違いましたっけ石ミさん。そうだったかと思うんですけど。それはちょっと大丈夫なの、うん、か今の時代にそういうのを。何すか今の時代にそういうのって。何、ねね、すか 短編すごい見事ですよね。めちゃめちゃ読ませますよね。本当に全部すごいパワーがありますね。で共通しているのは捨てられた男た男ちですね <laughs> だから女のいない男たちで、まあ、エミングウェイのね、えー、の原作小説あのからの引用ですけどもっと現代的ですよね。つまりこれって村上春樹が結婚しなかったらどうなるかって話でもあるわけですよ。つまり自分の好きなものに囲まれて完璧な生活をしながら人の女と寝る。 そして離れていく。それを見送るだけ。っていう徹底的な傍観者としての人生っていうものの慣れの果てを書いていくっていう小説シリーズ。うん、すごいですよ。うん、本当に。で、ここにその仕掛けとして非常に面白いのが、えー、これを乗っけてくるんですよね。で、えっ、ー、とドラ、これあれですね、グリーンブックとかドライビングメスミス・デイジーとかっていう、まあ、えー、ドライ、その運転手と 自分と全く違う種類の運転手と、ええー、たまたま時間を一緒にすることによって、ここで交流が生まれてしまうと。うん、運命共同体のようなもんですね。事故ったら同じなんだから。だから、人に命を預けているわけですよ。運転手に。うん、だから、ドライブ前カーは、これ、あの、無料部分なんで、うん、まあ言っちゃいますけど、うんうん、何をドライブするかっていうと、自分の人生をドライブしている。 だから自分は運転する。運転する自分ってこれ人生ですから。うん、だから車の運転は自分でしかしない。うん、これは自分の全人生は俺がコントロールするんだっていう完璧な生き方をするっていうこと。で、これは誰かに運転させるってことはその人に委ねるってこと。うん、でこれは A パートで奥さんがたまたま運転してるシーンが出てくるんだけど、うん、その時に初めて一箇所だけ春木ゼリフが出てきますよね。出てきますね。はい。 僕は君を深く愛してるけど、一つだけ耐えられないことがある。うん、<laughs> アメリカンジョークやんの。<laughs> <laughs> 君の運転だ <laughs>、うん、っていうっていう言い方をして、それってモラハラよ、あハみたいなシーンがありますけど、うん、それ以外は、ハルキゼリフはないっすね。ほぼ、ないっすね。ほぼ、うんえー、ないすね。ないんだけど、ハルキゼリフはともかく、結構重要なところで、そこは。つまり、彼はその後、 えー、自分の車を運転させる羽目になるんだけど、一人の女性を。だけど、えー、本当はそれ絶対嫌だった。うん、これは村上春樹の人生なんですよ。うん、誰かにコントロールされるなんて絶対に真っ平らだと思ってたんだけど、うん、委ねないと。変わらないと。うん、委ねるっていうのをやった旅の話なんですよね。うん、ドライブ前・マイ、うん・カーって。だから、ドライブ・マイ・カー。僕の人生を君に託している。 っていうことを体験したおっさんの話。ああ。なんですよ。ああ、I'm driving car じゃないもんね。そうなんです。ドライブマイカーなんですか。そうなんです。マイカーです、ね。そうなんです。私の車を運転しろってことだ俺、俺、俺の人生を運転してくれ。で、これは、その、い男女だけじゃなくて、人間と人間が一緒にいる限りは、どこかで、うん、そこはお前に任せるよ。俺の命をお前に任せるよっていうパートがなきゃいけないわけ。だけど、それをしなかった男。 どうなるかっつったら女のいない男になるわけ <laughs>。で、これは、その、えパートの後に奥さんを失って、ええー、独りぼっちになった、ええー、主人公、家福の話。そして、その再生についての物語なわけです。ここからネ、ね、タバレがスタートします。うん でも、あと3分で終わっちゃいます。ね。<laughs> 無料 <laughs> ということで。<laughs> ちょうどいいというのか。<laughs> はいはい、すごいな。やっぱり、村上春樹もそうですけど、この映画が非常にクオリティが高くて、うんうん、あのー、ね、語ることはいっぱいありますので、今日は後半、えさらに、えー、じっくりね、しっとりやっていこうかなと思っております。はい、えー。そんな感じなんですけども、 今日が4月30日最後の放送でございますね。4月最後ね。大丈夫えこんなことやりますよっていうのちなみ見せてる。見せてんの多分ね。バグったのバグってないですよね。意識的に。ファミリーの皆さんは見れますので、見たい方はファミリーになってください。俺の家族になってくれ。待ってるぜ。楽しいぞ。俺たちのドライブは。 棒読みいすいません。<laughs> 俺たちとのドライブは楽しいぞ <laughs>、うんえー。ということで、<laughs> 来週の皆さんは5月7日の土曜日でございます。うん、えっと、公開生放送、今年初のというよりはもはやもう2年半ぶりの、うん、やりますよ進撃の巨人徹底解説ウォールファイナルということで、えー、レイジさんがついにあの進撃の巨人のラストまで読み解いて、さらにもう一周絶対に読む羽目になると思います。 そういう感じで、あの、最後のね、徹底的な解説を、え、進撃のフィとントは一体何だったのかという。奥野さんはいくたくたですおくたくたですか疲れ様ですいや、だからそのドライビングやりながらも見てますから、すべてのエルディア人に捧げる解説をしたいと思いますんで、エルディアの方もマーレの方も、そうでない方も、ぜひお越しください。ぜひ、え、あの、霧島もはい霧島も はい、えー。見てください。お願いします。はい。いやいやいや,いやまあそんな感じで、来週は何のかの公開生放送で、いつもより2時間早い5時ですね。夕方の5時、17時よりのスタートになります。えー、っとこれ、あの、お客さんも入れてやりますのでね、ちょっといつもと全く変わった感じのスタイルでやろうかなと思っております。はいはい、同時に、うん、えー、来られる方は、あの、 感染対策っていうかまず出かける前に体温測ったりとかそういうまあ一般的なことはやってくださいお願いしますこっちで受付でもね用意はしてますけれども、はいえー、ちょっとでも体調悪かったりしたらちと無理しないでキャンセルはもう全然大丈夫なので、うん、あのよろしくお願いします皆さんの命大事にそして人にうつさないということをね徹底的にやり直していきましょう <laughs> よろしくお願いします シロさん何かありますかあ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、奥野さん、はい、1>, 1個お願いします。お願いします、えー。5月の9日から、<ー>ええー、東長崎ね、えー、東京で、ええー、また、あの、ターナーギャラリーってところで、ええー、<ー>また、あの、グループ展の方をやりますけどす、まあ、グループ展といっても、ワンフロアやらせてもらうので、結構な数出るっていうことと、あと、まあ、前回ね、出してない新作絵画を結構な数出すので、 えー、まあ前回来た来たからいいやって言うんじゃなくてよかったら、えー、また新しい絵を出しますので、えー、来てくださいっていうことです5月9日からです日曜日はお休みですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはい。い <laughs> それでは後半ドライブマイカー徹底解説いきましょうアストロビスターベイベーシャットアウトしてきた村上春樹の生き方の真逆にあるわけです そのまんまの世界を受け入れることっていうことにつながってくるわけで、これってこんなことってあんまりその村上春樹作品出てこないこんな強烈なやつって、うんうん、これはいわゆる土殺しですよね。本当の気持ちに向き合うべきだったってことで気がくってこが作るこれなかなか動くてポストモダンへの反省だったと思うわけ。うん、つまり、うん、つまりその、まあ、ポストモダンっていうのはなんちゃってって物ずらして固執じゃないところで、まあ、浮遊させてしまってたんです